ハミガ級ミサイル艇は、フィンランド海軍のミサイル艇。1998年から2006年に4隻、建造された。フィンランドのミサイル艇は、対艦ミサイルによる、対艦船、機雷付設、ソナーを備えたい潜水艦船など多用途に、使用できるように考慮されており、都市名が付けられている。全級のラウマ級を原型としているが、ステルス性への配慮が導入され、 互換防空ミサイルにより、防空能力は強化され、アンクス -2000 戦闘調整システムによって、システム艦としての構築が行われている。アルミニウムと炭素繊維などの複合材料で軽量に作られており、環境など構造物には、傾斜がかけられ、レーダー吸収剤を使用している。環境、戦闘指揮所など重要部には、装甲が施されている。 ウォータージェット推進により、旋回面での航行及び高速力と優れた運動性を発揮する。ボフォース 57mm 砲の砲塔は、ステルス形状のマーク3型、RBS-15 対艦ミサイルの発射塔は、機頭式、ウムコンと艦対空ミサイルは、VLS など、ステルス性を有している。艦対空ミサイルは、全球の不評用携帯式の艦載型サドラルから、 股間防御用に開発されたウムコントへと能力が向上している。83ポリ、ありがとうございます。